その1、支援部隊なしの S ランククリアです。編成は、育成状況や装備によってかなり変わります。ランダム要素が高いので、臨機応変に部隊を動かす必要があります。敵の初期位置です。2体のマンティコアと S ランククリアで計3回の専用装備獲得チャンスがあります。部隊 A を右上に配置、部隊 B を右下に配置、戦闘開始。部隊 B は一戦を行った後にダミー部隊を配置します。ダミー部隊を配置。戦闘部隊 A はマンティコアを目指します。戦闘部隊 C を配置します。戦闘部隊 B を上に移動することで装甲圏の場所がわかります。ライフル部隊では対処しづらいので、得意とする部隊で戦闘を行います。戦闘部隊 A でマンティコアを撃破します。戦闘部隊 A でマンティコアを撃破します。私の部隊では戦闘部隊 A のマンティコアを倒す部隊で、装甲圏との連戦は厳しいです。戦闘部隊 C で撃破します。敵が残り2体で行動ポイントが2つ余っていますが、戦闘部隊 A は大破状態になっているのと、残りターン数に余裕がありますので、臨機応変に敵の動きを待ってみるのも良いと思います。そのまま戦闘部隊 A で戦闘を行ってもいいですが、大
大破になっていない部隊と位置交代をして戦闘を行いました。これで S ランククリアです。その2、支援部隊ありの S ランククリアです。戦闘部隊 A を右上に配置、戦闘部隊 B を右下に配置、戦闘開始。ダミー部隊を配置。支援部隊では専用装備がドロップしないので、戦闘部隊 A でマンティコアを目指します。支援部隊を配置し、敵を撃破に変更します。装甲艦の初期位置からの移動で支援部隊に倒してもらうこともできますが、今回はダミー部隊が危険なので、戦闘部隊 B で先に撃破します。戦闘部隊 A でマンティコアを撃破します。行動ポイントが一つ余っていて、目の前にマンティコアがいますが、ここでマンティコアの位置に行くと装甲艦が潜んでいる可能性があり危険です。装甲艦を倒す部隊 B を動かして様子を見ました。装甲艦が潜んでいましたね。これで余裕を持って別の部隊で撃破できます。敵がもう1体残っていますが、残りターン数に余裕があるので支援部隊を活用しました。これで S ランククリアです。最後までご視聴ありがとうございました。